よく、えー、企業のなんかマーケティング部門とか、なんかいわゆるこう、マーケ、マーケッターと言われる役職の人で、僕は優秀な人を見たことないんですよ。 優秀な人を見たことないですよ。だからどっかの会社の広告マンって、えー、そもそもなんかすごく優秀な人を見たことがないです。で、なんでかっていうと、そもそも本当に優秀だったら広告ができる人っていうのは独立できちゃうんですよね。で、ま、マーケティングの勉強をしろとかさ、皆さん言うじゃないですか。で、僕からするとそれ何って感じなんですよ。マーケティングの勉強って、もう、マーケティングを勉強する頃には、そのやり方っていうのは終わりなんですよ。 終わりなんですよ。マーケティングっていうのは常に一流で最先端の情報を集めて誰もがやってないような施策をやって効果を出すことをマーケティングっていうんでそんな勉強とか言って二次情報3次情報を取って一昔前の勉強、マーケティングの勉強しても使えるわけないんですよ。 だから、そのマーケティングの勉強とか言ってるやつはまじ意味わかんないし、そもそもどっかの企業に属するマーケッターと言われるマーケティングアドバイスしますよみたいな人は、僕は全部嘘っぱちだと思ってます。まあ、嘘っぱちっていうのはそこそこ役に立つ人もいるかもしれないんですけど、僕みたいに生っ粋のこうアフリエートやってたマーケッターからすると、もう全部なんか役に立たねえなみたいな、いつの時代のこと言ってるのかなっていつも思います。でも逆に言うと、その分自分でアフリエートをやって、自分でそのマーケティングを生み出す、新しいマーケティングを生み出していく人たちは強いんですよ。だから 絶対っっててるんですすよ、はい、それはってます、はい、マーケティングこそそう生ものですね。マーケティングは生物なんですよ。生物の。生き物なんですよ。だから、死んだマーケティングを覚えても何の意味もないですよ。何の価値もないですよ。うんで、なんか偉そうにマーケティングの解公爵を垂れてるようなやつは、僕は絶対信用しない方がいいと思います。はい。